らしいにあったんだよ。でなんかもともとそのコボちゃんが控室に挨拶にしに来てくれてて、でなんかあコボちゃんじゃんみたいな話になって、そしたらみんないるよみたいになって、え会いに行こう会いに行こうって言って挨拶しに行ったんだけど、カエラちゃんもいるよみたいになって、でカエラシンいんのみたいになって、カエラシンにもう感謝を述べねばっつって、で会いに行ったんだけどさ、そしたらさカエラちゃんがさお土産くれたので、スバルインドネシアのミーゴレンっていうなんか焼きそばみたいなやつめちゃ好きなのね。でまあとりあえずカエラちゃんに会ったら、ああカエラシンいつもありがとうございますって言って感謝をした後に、カエラちゃんがお土産でよかったら持ってってくださいとか言って、ですごいいっぱいねミーゴレンがあって、で最初は1個ずつみたいな感じだったから、じゃあスバルが一番好きなミーゴレンこれですみたいな感じで1個もらったら、なんかねもっともらってっていいよみたいな話になって、じゃあ2つもらおうかなと思って2つ目のミーゴレンもらって、そしたらいやもっともらってっていいよみたいな、で気がついたら、まあ、6つぐらいもらってたのね。まあ、もう一個いいよもう一個いいよが続いて、気がついたら 5個ぐらいもらってたのね。5、6個え、な、ね、ま、マイクラそれじゃあスバルはもうこれでそろそろみんな忙しそうだし帰るわって言ったら、カエラがもっと持ってるから今度マネージャーズでスバル先輩に渡しますねみたいな、いや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 、カエラシーン、カエラシーン申し訳ないんで大丈夫ですみたいな、ちょっと本当にカエラのリスナーさんがいたら聞きたいんだけど、カエラシーンは何が好きなの？もうな、な、何を、何か返さなきゃいけないんだけど、な、何を返せばいい？苦い食べ物？本当？カエラシーンに今度聞くか。カエラシーンは何が好き？びっくりしたんがさ、カエラ普通にさ、日本に、カエラシーン日本に来てからもさ、なんか5時間超えの配信普通にしててさ、12時間やってたらしいぞ。すごすぎるやろ。